キスもセックスも女としかしたことねえし、まあ全部遊びですけど。不真面目。やっぱり若い男なんて。あれ？アンジェンテ隣の若造。荒木満、30歳。最近このアパートに越してきました。ゲイです。ちなみに好みのタイプは誠実で真面目な年上の男。若い男は正直苦手だ。ルール守らないし、すぐ切れるし、何考えてるかわからないし、性にだらしないし。テレビ情報だけど。だが僕は今その苦手な若い男と接触を図ろうとしている。隣の荒木です。あの、猫の鳴き声がうるさくて、というかこのアパートペット禁止だったと思うんですけど、越してきて早々隣人トラブルとはついてないな。よし、行くぞ。何？あー、出た。猫、アパートが。は？何言ってっか全然わかんねえんだけど。すぐ切れる。びっくりして全部飛んじゃったんだよって。何笑ってんですか？いや、あんなに練習してたのに言えてねえから。見てたんですか？ずっと5分ぐらいいたと思うんですけど。うん。なんでそんなこと。なんでって別に、面白いから。なんだそれ。理解不能。さっさと注意して戻ろう。ずっと見てたんだったら聞いてたと思いますけど。ああ、猫ね、飼ってるよ。あの、このアパートはですね、ほら、白ひげっつーの会社。おーい、荒木さん。それはこの世のものとは思えない可愛さだった。日形さんによると、白ひげを拾ったのは2週間前。道路に倒れ虫の息だったところを助けたのだという。何？そんなこと言われたら許すしかないじゃないか。あの、これ余ったんで、よかったらかぼちゃの煮付け。え、マジでいいの？こんなに。はい。決して猫が可愛かったからとかそういうことではない。どうせいつも食べきれなくて捨てちゃうんで。上がってけば結構です。そんなことがしばらく続いたある日。今日は留守か。で、昨日もだったよな。どうしよう、これ。こんなに近くにいるのに会えないなんて。おとなしく帰るか。今日はやけに泣くな。まさか、あの人、昨日から帰ってないのか。猫を放置して遊び歩いてるんじゃ。管理人に鍵を。いや、ダメだ。猫飼ってるのがバレる。な、もしかしたらベランダの鍵が開いてるかも。これだから若い男は責任取れないなら飼っちゃダメだろう。
よかった、開いてた。白ひげ。ごめんな、今ご飯あげるからな。ただいま。それ、こっちのセリフ。へえ、猫ってそうなんですか。猫は餌と水さえ置いとけば2、3日放っておいても平気な生き物らしい。すみませんでした、不法侵入だ。知らなかったこととはいえで、なんで笑ってるんですか。いや、俺サークルの合宿でスキー行ってたんだけどさ、行っておけばよかったな。はあ、しかしこんなにびっくりさせられたの初めてだわ。マジやばい。なんだかよくわからないけど怒ってないみたいだ。すみません、本当に昔から早とちりして動いちゃうとこがあって。直したいとは思ってるんですけど。いいんじゃない、面白くて。つか荒木さんさ、いい加減敬語やめね。俺敬語使うのも使われんのも苦手なんだよ。それは将来大丈夫だろうか。でもちゃんと可愛がってんだな猫。まあいいや、せっかくだからさ。猫じゃらしで叩かないでください。ゆっくりしていけば。君の周り変な人ばっかだな。普通だよ、学校のやつらなんてこんなんばっかだし。いいな、楽しそう。泣いてんの？僕は最低だ。イメージだけで若い人はああだこうだ勝手に決めつけて、こうして話したこともないのに。よくないよな、君みたいな子もいるのに。そうかな、結構どうしようもないよ俺も。寝そう。へえ、どんなとこが。例えば。あ、気持ちいい。なんだろう、なんで日向さんとキスしてるんだ。体が動かないってことはこれ夢。ちょっと印象良くなったからってこんな夢見るなんて欲求不満か僕は。うわ、でもちょっといいかも。若いけど何考えてるかわからないけど、思ったよりいい子っぽいし。あとほら、猫好きに悪いやつはいないって言うし。なんて。ああ、いて。夢じゃない。な何して。君もしかしてゲあ、言っとくけどそっちじゃねえよ。キスもセックスも女としかしたことねえし、まあ全部遊びですけど。どうしようもないってこれか。本気になんてなれねえよあいつらと。じゃ全然癒されねえ、どいつもこいつも。癒してくれるのは猫だけだって。
って思ってたけど、人間にもいるんだな、男だけど。不誠実で、男ってどんなだろって試しにしてみたけど、全然いけたわ。不真面目、やっぱり若い男なんて。あれ最低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 。もしかしてまんざらでもない。最低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 。あと100回最低と唱えればこの気持ちは変わるだろうか。いや、きっと1000回唱えても間に合わない。この心臓の音に追いつくのはもう無理みたいです。10も離れた大学生を、しかもこんな不誠実な、ありえない。なんでこんなことに。せーの、アンジェンテ。アンジェンテは月が見つかる新しい BL ボイスコミックチャンネルです。この動画を好きと思ったらチャンネル登録、高評価ボタンをお願いします。隣の若造は全国の書店、電子ストアで大好評発売中。動画にはないシーンやセリフもありますので、ぜひそちらもチェックしてください。好きなものを好きなだけ、今日がちょっといい日になる、そんな時間をあなたにお届けしていきます。アンジェンテの応援、よろしくお願いします。